で。ファーストラウンドは5アンダーで終えてセカンドラウンド3番のパー5第3打。チャンスにつけてセカンドラウンド最初のバーディー、うん、パー5になります。いい距離感でしっかりピンに絡めてきましたね。5番のパー4です。下ろしのね、左足下がりのライからでした。しっかり奥のピン突っ込んできましたね。これでセカンドラウンド2つ目のバーディー。8番のパー5にも取ってハーフターン、13番のパー4です。これは長いラインでしたが、ファーストカットから大きくね、はい、左から右に曲がるラインでしたけど、うまくね、読みました。そして16番のパー3は125ヤード打ち上げ5ヤードですが、見事なティーショット。この右手前のね、狭いエリアにしっかりとねピン合わせてきました。セカンドラウンド5バーディーノーボギー、5つ伸ばして10アンダーとします。いや、このパットもね、惜しかったですよね。わずかでしたね。最後はバーディーなりませんでしたが、5つ伸ばして10アンダーでフィニッシュしています。